終わりました。終わってみた今の気持ちは超開放感、開放感やばいです。マカオ今回初だったんですけど、文化がこうぐちゃぐちゃに混ざり合ってて理解不能な街だなってすごい思って、私にぴったりな街だなって。はい、6月16日の後楽園ホール大会から、木村花のスターダム所属してから初の写真集が発売されます。まあ買いたい人は買えばいいんじゃないかな。